はい、ビデオを送っていただきましてありがとうございます。ではそれでは一緒に聞いてみたいと思います。それではちょっと、スイングや4ビートの曲を弾くときに気をつけたらいいことをちょっとお伝えしたいと思います。この曲は、割と音符が大きくて四分音符とか全音符、まあ普天、シンコペーションがあるのでね、普天の四分音符が出てきますけど、基本的にあんまり、スラはつけない方がいいと思います。スラをつけるっていうと、タンギングがなくなってしまうので、あんまり跳ね上がらない方がいい。って弾くよりも一つずつこうやって弾いた方がいい。ちょっとスイングの曲とか弾くときに一番最初にこう3連符の鍵カッコがつ、こうカッコがついてるやつでタータっていうリズムがあるように、四分音符のときにはそのタータの最後の8分音符が9分になるっていうことなので、つくた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 、だからどこのタイミングで鍵盤から指が離れるかっていうのがすごく大事になってくるので、あまりに短すぎてもスイングにならないし、これもレガートにやってもあまりスイング感感じられないので、その四分音符の裏には8分音符の跳ねる音符がある。こう四分音符は一つずつ切って、丸カート的に弾いた方がいいんじゃないかなと。